はい、ということでね、久々の投稿になります。これね、先月なんですけど10月の27日に、秋のね、四国交流戦がフロントラインでありました。そのゲームになります。まあ、この日も約120人弱集まったのかな。まあ毎回恒例なんですけどね、午前中は、120人を半分になって60対60でやるっていう風になっています。ただあのまあ人数が多いんでね、午前中は、セミオンリーでした。こうなってくると俺のできることがない混んじゃうとどうしてもね。で前の動画でも言ったと思うんですけどね、まあ、この、交流戦に向けてね、店長がまたフィールドちょっと変えたので、今いる場所がちょっと変わってます。ハードの変態ぶりやだろそんなに褒めないであとまあ奥のね、スタート地点の境界も、だいぶ変わってます。お了解。ちょっといつも の, あの交流戦とね、メンバーが違ったというか、あの初めて見る人も結構多かったのでね、だいぶまあこの交流戦も浸透してきだしたのかなと。逆にあの常連がいつもより少なかったですかね。まあ、なかなかあの土日仕事の人もいるんで、まあ休み取れなかったらっていうところあるんですけどね。で、ここからちょっと動いていくんですけど、まあ、今までね、ここをずっと奥のね、今見えてる真ん中のバリケードのところまで全部草むらだったんですけど、今ここが間が通路になっちゃいました。でこの左もちょっとこんな感じで変わってます。で気をつけなきゃいけないのが、今撃ったんですけど、あの窓が結構腰から下についてて、あの向こうから見えてないけどこっちから見えてるっていうような状況があるんで、ちょっとこう気をつけなきゃいけないポイントですね。割とここも怖いんだよね。うん、そこもね結構敵ちょろちょろ来る。で、あの僕がよくあの初めの頃、初めてかまあ最近までね、よく使ってたあの今スナイパーの子が狙ってる部分から反対側狙うとですね、結構狙いやすいポイントがあったんですけど、そこもちょっとね変わって、車も後ろに下がったのかな、ちょっと狙撃しづらくなってますね。ただまああのバンクの方行った、フィールドがね変わった分、スナイパーもちょっと戦いやすくはなりました。まあ、車線がね、ほんと通るようになったんで、ね、ただまあ、こっちの車線が通るイコール、敵の車線も通るんでね。まあ、いかに早く見つけるかですよね。どうしようか。中央は2人倒した。このライン狙える？距離は30、40ぐらい。一番奥のバリケードの裏に戻る。距離？ああ、おるね。あれがちょっとね、遠くここまで。これも丸見えなんで、できれば倒したかったんですけどね。なんとかしようは。下の方の草、これちょっとガンカメラに映ってないんですけど、もうちょっとね、草が多くてですね、微妙に当たってずれちゃうんですよね。多分今行くとね、もうちょっとこの草も枯れてると思うんでね、十分狙えるとこだと思うんですけどね。うん、そう。ヒット出まーす。ヒット出まーす。痛い。で、まあ倒したかったですけど、結局ね、もう敵も嫌がっちゃって。中央一人やった。移動されちゃって、でその後まあ左右から来てるね、敵を倒してます。中央激しい気がします。
まあ、このバリケード変わったことによってね、あの左の攻め方がだいぶ変わってます。残念。こんだけ開けちゃったんでね、うまく攻めれば本当戦いやすくなって、正面を倒す。コッキングでもね、だいぶ電動ガに押し負けないようになりました。うん。終了。ここで第一チーム終了です。うん、倒しても倒しても。でこれ第二ゲームなんですけどね。後ろで常連メンバーが遊んでます。まあ最初ね、本当人数が多いんで後ろがこんな感じで溜まってるんですよね。さあだで、これがダンス3ゲームです。まあ今一瞬映ったんですけどね、フラッグの位置がちょっと高くなってね、まあ、走り込んで強引に取って終了っていうのができなくなったんですよね。でこれがまあ最近ちょっとよく使ってる中央ですかね。これ今ちょっと左に映ってるバリケードの隙間に敵がいるんですけど、今ちょっと見えたと思うんですけどね、これで倒してます。なんかやった。今までここバリケードが少なかったんでね、左側から攻めると結構強かったんですけど、今これができちゃってね、だいぶバランスが取れましたね。これで2人目ですね。僕これ何も聞こえなかったんでね、ヒットじゃないかなと思ってもう一回打ち込んだんですけど、まあ、たまたま中で作業したみたいですね。ですぐに3人目が来て倒しています。はい、このちょうどね草が邪魔でね、一発曲がっちゃって2発目で倒しています。でまあ、あそこにずっと芋っててもしょうがないんで、ちょっとずつ出たところですね。まあ、こんな感じで本当バリケードがねいい感じに分散したんで、まあ油断しなければねうまく進むことができるようになってます。一人倒した。まあ、一番恩恵を受けるのはまあアタッカーでしょうね。特にハンドガンナーはほぼ排除した。あと右半面か何人かかもしれん。登れねえかな。今ならいけるかも。援護しようか。登れた。オッケー。登れたけど誰もいないよ。あら、いない。奥は特にいないね。出ようか。どの辺ですか？ああ、いったいった。ちょっとさすがに。いった。さすがに。絶対当たったっけね。よっしゃ、オッケー。どうかな？スタート！第4ゲームですね。まあ、初心者あるあるなんですけどね。僕は気づかなかったんですけど、ゴーグル外したんで、まあ、これはね、やっぱ気をつけなきゃいけないところですよね。で、昼からは、フルオートがね、解禁されて、ちょっと人数が多かったんでね、まあ、3チームには分けた、あ、4チームか。4チームに分けたんですけど、まあ、やっぱ人が多くて、流れ玉が嫌だったんでね。NBR の308に変えてます。
左2人。結局ね、僕の場合フルオートになっても最近はねもうセミしか使わないんで。上にいる、はーい。上？あ。でこれちょっとカメラの調子悪くてちょっといろいろやってるところです。真ん中にいる。あ、移動した。クマモン。白バリケ、白バリケ。でね、敵にねクマモンがいてみんなでキャッキャ言ってるところですね。そこの中多分ダメだと思うね。ん？ん？ん？あのネットのところの隙間から撃ってきて。ああ、あれはいかん。あれはダメでしょ。お前、危ない、危ない、危ない。サイコね。まああの壁の裏で弾も当たんなかったんで、まあ、ヒットにはなってないです。で2発目来たんですけど、投げ方悪かったんで投げ返して倒します。マジか。奥にね一瞬あの敵がいたんですけど逃がしちゃってます。でその後もう一人増えてね結構あの打ち込まれてるんですけど、まあ、一瞬ねあの弾が止んだんでゆっくり前に攻めていってます。でこれ一人いたので倒します。倒した。で右見てたんですけどねまた左が押され始めたのでちょっと戻ってます。うわーい。帽子が見えたんで倒します。やった。残念、岩ちゃん。やった実績解除。プラチナトロフィー。よし。まあ常連同士なんでこんな感じバカなことを言い合ってますね。でこの時ね今ピンク部隊の隊長が、まあ、敵とやり合ってるんですけどね、そこに一人しかいないと思ってたんですよね。で、まあ、ワイドフォグも置いて、僕もハンドガンで、で、ヒットされて、位置大体分かったんでね、で顔隠したんで狙ってたんですけど、実はまだ左に一人いて、綺麗に肩に置けちゃってね。負けちゃってます。10です。オーバーキル注意してください。今ちょっとあの左一瞬映ったのがまあフラッグですね。みんなダッシュするの？うん、先どうぞ。でこれが、今回最後の、ゲームですね。ちょっとあの早めに終わったんですよね。でこれ初っ端に走ってきた人がいたので倒しています。ドラムパッドはこの高さ微妙で、まあ、岩ちゃんがね、こっちに来たので、まあ、2人でまったりと攻めようとしてるところですね。まあ、やっぱどうしてもね、交流戦は人数が多いんでね、中盤ぐらいまではこんな感じで膠着しちゃうんですよね。案外向こう待ちようかもしれんな。姿が甘みで、まあでもみんなここぞとばかり打ち寄るな。フルオートは解禁されたんでもバリ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 打ってます。すごいとになったらワンゲームで1000発以上打ってましたね。でも中行っても仕方ないので、前また出ています。これ左行っても良かったんですけど、左敵のね、ライトマシンが2人いたんでね、まあ、正面からやるとちょっと辛いんで、もう右から回り込むことにしています。ちなみに今狙ったこの窓がさっき僕があの反対側でね狙って気をつけてくださいって言った部分ですね。
あんな感じでかなり低い位置なんでね、あの知らずに立ってると足打ちのかれます。めっちゃ後ろの味方がおるな。でここでじわじわいってると一人見つけます。これ本当は一個前に走って出ようかと思ったんですけど、出なくて正解だったんですよね。よーく見てるといるんですよ、スナイパーが。一人やった、スナイパーや。まああそこもね、多分ボルトアクションだったらしんどかったんですけどね。まあそういう意味でやっぱ電動ガン楽は楽ですよね。えげつねえな。で味方がものすごい勢いでフロードをしながら前進してます。右赤やで。右赤赤。当たりにして右前進しよう。そうやな。まああのフロートを取りにして僕ら右側からじわじわ攻めてます。まあ一緒に住んでもしょうがないんでね。ああいうのを陽動にして移動していくのもありですよね。あら。はい、これでね、ご利用しでフラグ取って終了しました。あとねもう一周分動画あるんで、まあ近々アップしようと思いますので、よかったらチャンネル登録お願いします。